でですね、引き続きまして、入力チェックと値の変換について説明します。これはJSP、サーバーサイド Java よりは Java の話です。で、簡単にですね、サーブレットに渡される入力パラメータは文字列なので、それを処理するサーブレット内容によっては値や非時系変換が必要になりますということですので、値の変換と入力チェックの必要性と、サーブレットでの入力チェックをちょっと説明します。先ほどここでも言って Java プログラムを複数と思ってください。結論から言いますと、まずこういうような年度を入れますと、このあなたのその内容が表示されます。で、これはちゃんと問題なく動ければ結果が出ます。ただ変換に失敗すればこういうふうになりますよことを言ってます。そうするとシステムクラッシュしちゃうんで、こういうやり方はやめましょうということの考え方です。じゃあこれを見ますが、そうするとこのように数字入れても、ここで変換する際にデータをもらってますよね。これはいいです。で、ここで数字じゃなければ、数字じゃなければ変換失敗 しますよね。ナンバーフォーマットエクセプションが発生します。で、その場合何もトライキャッチしてないんでクラッシュしますよということを言います。ですからそれはやめましょうということ。じゃあどうすればいいかということなんですけど、ここを見てください。そうすると間違えちゃうと、これにちゃんとしたエラーメッセージを出してください。そうすると丈夫なソースコードになります。じゃあそれをそのでどうすればいいかというと、ちょっとここを修正します。まずこっちに何も入力されてない場合は、こういうふうにですね、入力をし、そうしてこちらでプリントします。エラーだね。あとですね、妥当性値がちゃんとしたデータであれば、ちゃんとした数字は数字なんですけど、ちゃんとした年度がちゃんとした年度、正しい年度であればこういうふうにやって、とにかくトライキャッチも合わせてくださいことを言ってます。つまりエラーが発生しても対応できるようにしてください。ここまでの話なんで、ここは Java の復習です。特に JSP とか絡んではないですよことで、以上よろしくお願いします。